はい、ということで皆さん、今回はリリーの RNG 第3回でございます。はい、ということで、まあ、第2回目までで弟くんと3号パイセンの例えば10億分の1とかね、3億分の1を、当て、なんかハゲてるね弟くんで、どうしたん？ストレス大丈夫？円形脱毛症みたいなやつ大丈夫？あの、無理しないでくださいね。あれからかなり時間が経ちました。動画は最近上がってると思うけど、あの動画の撮影自体がもう1、2週間ぐらい前なんで、そっからさらに進化してるみたいです。なので、アップデの要素を今回は見ていこうかなと。で、この動画が上がった後に多分アップデが入るので、そちらで見ていければいいのかなと思っています。はい、まずはね、皆さん、チャンネル登録と高評価をね、していただけると、このような形で、猫チキちゃんが喜びます。はい。ね、猫チキ？うんって、本当にか？本当に思ってんだろうな。猫チキちゃんちょっとお願いして、チャンネル登録と高評価してほしいなって、30代、40代のおじたんに対して言ってくれる？チャンネル登録といいで押してれって棒読み。はい、じゃあ皆さんやっていきましょう。一個ずつ説明してもらおっか。まず何が追加されたんやっていう話です。3号やっといて、OK。じゃあ一個ずつ行こう。さあさあって、はい。裏で作ってました。彼は頑張って。まず一つ目、何ですか？おっとって、何？左のオーラの下に何かがあるぞって。アイテム。はいはいはい。おえじゃねえよ、お前。話聞けよ、お前、こら。話を。ニット、お前、顔を出せ、顔。顔を見せろ、早く。お前、なんで顔がないんだ、お前。はい、アイテムでございます。これなかったね、前回ね。オーラしかなかったところが、アイテム、追加されてます。っていうことは？何アイテムって。アイテム一つ目って、はい、何？見せれるの？ポーション。はい、もうね、RNG 系ゲーム、今たくさん増えてます。すべてのゲームにあります。ポーション機能でございます。落ちてるの？はい、拾った。パクリって、パクリも言うな、お前らどう、お前。かわいそうだろうが、お前。もう視聴者から毎日言われとんねん。なあ、ソルしかやってねえ、バカタレどもが。他の RNG 系ゲームにも言ってこいよ、お前。なんでうちだけ言われないといけねえんだよってことなんですよね。まあいいでしょう。うん、パクリパクリうっさいねん。しばくぞって。100マップ遊んでから行ってこいということでですね。まあちょっと失礼しました。ちょっとお口が悪い。お口チャック。さあごめんなさい、お口チャック。ね、ダメだよ。遊んでいただけてる神様だからね。視聴者はね、はい。とりあえず、って何？飲んでみるか。名前が、ナオのエキス。ナオから抽出したエキス。運気プラス 100%。飲みたくないんだけど、どうしたらいい？ナオのエキスは飲みたくない。飲みたくない。誰が飲むんや？水割りで飲んでくれ。誰が飲むんや？ナオのエキスって。ちなみに、って何？ナオくんの服の繊維の水溶液っていう設定にしてる。はい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 。なるほどね。だから、ナオくんの体液ってわけじゃないんだね。体の液体じゃないんで、あくまでもナオくんの服の繊維の水溶液ってことにしてるということです、皆さん。はい。なので、気にしないでください。待って、じゃあ他のエキスもあんの？リリチョウのエキスはある？もしかして。あ、汗が染み込んでる。じゃあ、リリチョウエキスもある。いや、何？青いやつがある？まあいいでしょ。まあ一回皆さん飲みましょうか。はい。ナオのエキス。これどうやって飲むんですか？これか。ユーズ。使いました。はい。これで確率が 100% 上昇ということなので、これどのぐらい上昇？あ、皆さん右下。ナオのエキスは多分1分間だね。エリア内に多分ランダムで落ちるのが1分間ということなので、じゃあ一回引いてみていい？はい、行きます。愚装組むし、あと40秒しかない。40秒間の間に出るんですかね？時間経過で落ちる。あ、そういうことか。はいはいはい。で、当たる確率2倍になったんじゃないの？プラス 100% だったら。ねえ。うん、リリチョウしか当たらんよ。運が悪いって。あと10秒です。皆さん10秒。あ、評判性。あ、ラストこれ、みんなラスト。はい。うん、リリチョウ。まあ、当たらねえじゃねえか、まあ、これ。これ、ほんとか？当たり入ってなくないって。これ当たり入ってるんですか？これ全部引きますよ、じゃあ。今から1万回。1万回引いて当たり出るんですか？皆さんいいですか？当たりなんてありませんよ。祭りくじみたいな動画になりかねないからね。うちらはなくなったら足すだけやからって。あー、なるほどね。あとごめん。ごめん。ちょっとごめんね。さあごめんね。アップルの前にさ、ニットさんがさ、ポップテピピックに出てきそうなキャラクターになってんだけど、これな、どうやんのこれ。顔が長くなってんだよね。はい、なんなんでしょうかこれ。ピピピかこれ。ピピピ。どうしたん、ニッちゃん。なんでそうなってしまったん？ねえ、何があったんや。まあいいでしょう。はい、3号パイセン。青髪を見つけようだって。もう一種類ポーションはあるみたいですよ。あ、あれじゃない？ほら、あれ。あ、違う、あれミスター・ビンだった。ごめん、もう気にしない気にしない。あ、時間経過で落ちる。あ、じゃあ先飛ばそっか。動画班見つけたら教えて。じゃあ次、何が追加されました？ハモンヌって。あー、この上ね、皆さん、前回の動画見てもらったらわかるんですけど、何もなかったじゃん。何もなかったところが、あ、落ちた？なんか。あ、なんか落ちたみたいです。
なんかコインみたいなやつが落ちてたね。普通にコイン、金が50もらえる。ユーズ。あー、言い忘れてたって。左下が50になりました。なるほどね。コインも落ちるんだ。オーラを開いて、あー、increase capacity。これがだから多分あれだ、容量だね。このオーラが今、0分の6なんだけど、それを増やせるってこと ?35 パイセン。increase capacity だから。あー、はいはい、わかったわかった。え、どのぐらい増やせるの実際これ。もう無限に増やせる。無限なんだね。だからコインさえ集めれれば無限でいけるんだ。それめっちゃいいね。はい、ということなので、なんかさ、いっぱいあるぞ、ほら。何やろ、ラドンとか。まあまあ、一回中入る?はい、入りまーす。普通のガントレット。ラドン、ヒョワンセ、ポテト、ミスター B。ガントレットって書いてるけど、何が追加されたんですか?ガントレットが出ました。ガントレットじゃないよね。ガントレットにポーションってパクリや言われるぞ、こら。言われるぞ。だから裏で話したんですよ。あの、ガントレットって言うと、またバカが、あの、おバカさんたちが、ね、他のマップにもガントレットあるけど、まだごちゃごちゃ言い出すから、バカが言い出すから、別のにしたんだよね、35倍戦。あとで名前変わると思います。何ですか?軍手。軍手です。だからこれ名前が普通の軍手になる。ね、ピピミちゃんね。そうでしょ?軍手。100均にありそうって、普通の軍手だもんね。うん、あの、フリー画像で今、パーンと貼ってます。あの、イラスト屋かなんかの。あの、この軍手。はい。グローブとかじゃダメなんて、いや、軍手。この石板が何、何いろいろあんねんって。な、何どういうこと、あー、いっぱいね。例えばこっちだよね。だから今回、軍手が追加されたことによって、何種類か増えたみたい。こちら。社員ガントレット?だから、社員の軍手。社員の軍手。あの、仕事してる人が使う軍手が手に入るらしい。うん。ラドンとビーンとユートとレアちゃん。じゃ、比較的これは当てやすいよね。だってそこまでレアちゃんレベルだったら多分すぐ当てれると思うから。そうだ、だよね。オッケー。っていうのが、え、何種類追加されてんの今回。って、うん。だからポーションとかも使えば当てやすいじゃん。あー、5軍手ね。5種類の軍手と。で、皆さんこっちです。オートロールも追加です。オートロール追加してくれってコメント多かったんだけど、オートロールに関しては、まあ知ってる人多いと思うけど、ユートだね。ユートを1体当てればオートロール可能でございます。はい。まあ、一応ここの洞窟の中はこんな感じかな。あとは何 ?35 倍線追加されたものとしては。入り帳キャラリセをしてくれって、はい。あー、来たー、青色でございます。これが、はい。ナオのエキスですね。はい。なんでナオのエキスな、な、青色なのにナオのエキスが手に入ったぞ、お前。だからさ、聞いてよって、どうした弟くん。青色だから、アマツキのエキスじゃないの。アップで入れようとしたのに、って、うん。丸。ああ、終わったんだね。終わったんだね。ああ、間違えてたんだね。ちなみにさ、アマツキのエキスは何なの?何が手に入るの?ナオのエキスは 100% 運が上がるじゃん。アマのエキスは何?アマのエキス。ああ、はい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 。スピードね。ほら、この歩く速度が上がっていくみたいな感じですね。素晴らしい。いいですね。あ、ロールのスピード。歩くスピードじゃない。あの、引く時のこのスピードが上がるらしい。何これ。シェアガントレットって何?はやぶさ5体とユート2体だって。何このシェア軍手。もう当ててみてえな、普通にな。作ってみてなってね。数やばいよね。あとは、ここ何?これ、行ってみていい?そこは、って何?ちょっと待ってって、うん。あ、アップで入れる先に。リリリとさ、うん、何やリリリとさって、はい。リリチオさって、はい、何?めっちゃ確率低いオーラ作ってって言ったじゃん。それに使おうとしている。まだ実装はしてない。もしかして。それ次回の動画。いや、してるって。どうする?それは次回にしよっか、じゃあ。ギリチョウさん見て、テラドンくん。はい。あー。これが軍手ね。うん、軍手。なんかすごいガントレットに似てる気がするけど、軍手です、皆さん、これ。またね、コメント欄でごちゃごちゃパクリパクリ言われるとうるせえから、とりあえず、これは軍手ですって。すごい軍手だって、みんな YouTube のコメント欄とかで、軍手軍手書きまくってくんない?この軍手いいよ、つって。もみ消そうぜ。絶対ガントレットって言えないようにしよう。これ能力は何ですか、ラドンさん。ちなみに。このシェア軍手に関しては。なんて書いてる能力は。でも確率が上がるとか、いろいろあるよね。埼玉県の軍手は、全部この形なんですって。そうでもね、35倍線埼玉県出身だもんね。そう、埼玉県にいる35倍線はこれと。装備同時者数4人って書いてる。意味がわからない。あのっちゃんは25オアーって書いてる。25オアーって何?あ、25パワー25パワーなのであれば、あれか、確率が上がるってことか。25% 多分確率アップみたいな感じかな。ラドンのやつは、あー、そういうことか。使う人数が多いほど運が上がる。
なるほど。だから結構考えられてるんだね。シェア軍手。多分軍手に変わります。協力することの大切さを教えてくれる軍手。サーバー内に装備している人が多いほど効果の倍率が増加する。速度プラス 10%、運気プラス 20% の効果を持つ1人当たり、速度 1%、運気プラス 5%。はぁ、いいね、これ。みんなで協力できるんだ。視聴者と協力して、やることによって確率が上がると。だからみんなで友達連れてきてねって。それで確率みんなで上げて、いいやつ引こうねってこと。そう、全員持ったらすごい。だから友達連れてきてね、このマップに。なるほどね。これ素材がないのに作れたよって?まさか?そんなわけないじゃん。何言ってんの?ちょっとどいて。まさか?はい。あ、なんか装備できたわ。お、なんでやこれ。テストの段階で見つけれてよかったよ、これ。みんな何のためにこれやってるよ。危ねえって。お前これ全員使い捨てじゃねえか、これ。危ないな。まあまあ、直しといてください。よかったね。リリチをこっちに来てくれって。はい。何?それができてたら、うん。降りれたね。あら、完全無敵軍手。なるほど。アマナオ、クルオハ、ネリアメ、スズカスネコチキ。何これ?スズカスネコチキって何?多分前回から多分増えたやつだろうね。これね。新しく増えてるやつだね。ほらね。新追加なんだ。何このエリア?ここにもある。クリムゾン軍手。レアちゃん、スワンコ、ナオくん、クロちゃん。何この広いエリア?無駄に広くね?何に使うんやこれ。これで5個目って、これで全部なんだ。PVP 追加するんか?次回以降。何に使うんでしょうかねーって、はい。皆さん気になる方はね、よかったらやってみてくださいね。アップではこれで全部なんだ。で、一応さっきのバグみたいなのは直したっぽいですね。オーラ紹介するべって。じゃあ一旦何のオーラが手に入ったのか気になるね。まず自力でちょっと引きたいね。ほら、確率みんな上がってるし、どうせだったら新しいやつ自力で引きたいってのはある。だから、みんな装備してよ、シェアガントレット、シェア軍手か。追加されたやつ、そうだね、まとめといて。だから、こんな感じで、どんどん皆さん、軍手、引くためにキャラを引いていってください。お、来るか?何が来る?来い!お、何これ、緑?これは?はやぶさー、いいねー。さあ、来るか、連続で。当てやすいぞ。これ、ユートかな?これ。あ、ユートー、いいねー。なんか、新しいキャラ出た人を教えて、動画。出た人いる?今の段階で出た人来て。はい、スワンコ来て、じゃあこっち。あ、せっかくだからさ、広いエリアで見よっか。降りたところ。降りたなんか広く開けたエリアあるじゃん。あそこで見た方がかっこいいかもね。オートロール、ユートのミッションクリアしてねえから、オートロールできねえじゃん、俺。ねえ。クイックロールってどうやったら手に入んの?ちなみに。クイックロール。探してって。あるんだ。クイックロール入手方法もあるらしいです、皆さん。あ、なんかあるぞ、あれ。コインか。コイン拾うか。じゃあ、スワンコくんからまずちょっと見せてもらえますか。多分ね、アップデートで追加されたやつだよね。はい、コインは回収、はい。なにこれ?雨月だって、8192分の1。かっこいいね。でもさ、なんなのこのビヨーン、ビヨーン、ビヨーンってしてるやつ。ねえ、これ何?ヌビレット。何ヌビレットって。原神のキャラ?あー、ほら、リトンタンも当ててるわ。あ、アビレットね、アビレット。これね、8000分の1だから、まあ、当てやすい部類にはなるのかな?アマレットね。あ、アマレット。はい。じゃ、他に当てた人いますか?チャットしてくださいな。このさ、顔を見てくれないか。これどうやってやってんの?そう、地味になんかビヨンビヨンってなってるよね。顔がね。アマ月の。これ参考パイセンが考えてくれたみたいですな。他に当てた人はいない?じゃあ、ちょ、見ていくか。何が追加されたんでしょうか?あー。すごいぞ。まず1個目が、クルオハが追加されたらしい、前回から。9万分の1らしいですね。あー、3個倍線で見るか。はい、こちら。すごいね、足組んでさ、なんか、余裕な感じでてていいね。これもお気に入りってすげえ。はい、で、2体目。あー、スズカス変異。グソクムシの変異体。スズカス&ネコチキというものが追加と。おー、50万分の1。フリー画像が跳ねてますよ。ねえ、フリー画像が。猫チキちゃんどうこれ。あれいる猫チキ。リアルだなーってね。かわいい。本当に見て言ってんのか?本当に見てるのか?おい。おいね、50万分でもこれは当たんないでしょ。だから、軍手みたいなのを手に入れないと、少し厳しいのかなーっていうような気がしてますね。これ50万分の1でございます。はい。ちょっとまだ出さなくていいけど、3倍戦。のっちゃん。追加でございます。なんと、確率知ってるのっちゃん。100万分の1。ソルの RNG の第1回の撮影で天月が当てたのが100万分の1だっけ。だからあのクラス感だね。せっかくなんで見せてください。
100万分の1はやばいぞ、発目せよって。うわーかっこいい、やば、これ白クマなんだ。ちょっと氷な感じで、白クマってさ南極北極にいるじゃん。でちょっと氷な感じを出してんだよな。いいね。で武器を持ってます、槍みたいな、氷の槍みたいなのを持ってて、後ろのこのオーラやば、超かっこいい、美しいね、ちょうだいって。甘えるな、こら、白熊が、お前。甘えるな、お前。あげちゃうかもないや、お前。ちょっと裏で金をって。いいね。自分のオーラかっこいいのめっちゃいいね。ちなみにさ、サンコパイセン。今回こそ、リリチョウは？リリチョウ2分の1じゃん。やっぱそろそろさ、俺もさ、変異みたいなの追加してくれてますか？さすがに。あ、ないですって。で、皆さん、ラストでございます。コマンダーだって。これ確率変えてないよ、サンコパイセン。どういうこと？コマンダー。すごいかっこいいやつが1個あるぞ。確率200万分の1ね。うわー、怖さー。はい、UFO キャッチャーのように揺れております。あら、UFO キャッチャーのさ、捕まえるところ揺れるじゃん。そこ表してんだよ。ピュン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 って手のところ、アームのところだね。はい、すごー。ちょっと FPS で見よっか。あと字もかっこいい。ほら、コマンダー。200万分の1。はい、海外に行ってます、コマンダーさんは。多分帰ってこないんじゃない？帰ってくる気配がないけどね、コマンダー。いつ帰ってくるんでしょうか。え？どうした、白クマ。付与されただって、おめでとう、のっちゃん。まあ、自分のキャラぐらいはね。まあ、いいんじゃないでしょうか。やったね、のっちゃんね。のっちゃん、やった。弟大先生がフォントを頑張ってた。すげえ綺麗なフォント。これはちょっと欲しくなりそうだね。はい、こちらが今回追加されたみたいです。あとのは多分ね、もともとあるやつだと思いますね。変異は？って、まだあんの？あって。まだあんの？なんか DM でもらってるやつはないけどね。言うの忘れてた。何？頑張ったんだけど、はい。何か追加しようとしたやつがあるってこと？クロちゃんの変異が、あ、言ってた。クロちゃんとクロちゃん変異を今回作るということで、そうだね。クロちゃんが2種類いるっていう話だったじゃん。かっこよくしたくて、あー、まだできてない。なるほど、なるほど。じゃあもう完全体の時見せてくださいよ。できたよって？できたっつってるよ。えってなんで知らないねん、作者。おい、お前プラプラしてる場合ちゃうんか、お前。あれさ、なんかどんどんかっこよくなるよね。ちょっとこっちおいで。サンコパイセン、ちょっと避けれる？ちょっと離れれる？弟くん、ちょっと孤立して。ちょっと何これ、は、バカかっこいいじゃん。クロちゃん、クロ、なんていうのこれ、コラカンス、あ、シーラカンスか、これ。もしかして1600万分の1だって、クロちゃん。クロちゃんがほら見てるぞ、ほら嬉しそう。えぐって、リリチョウアニメーションを見てほしい。だって体のなんかビリビリ、わ、なんかモザイクかかってる。あと震えてる、確かに。プル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 。これなんなの、これちゃんとこだわったポイントってこと？これは好きな人多そう。なんか男性視聴者とかこういうの好きなんじゃない？ちょっと黒い感じね。情緒不安定のクロちゃんを表している。だからプル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 震えてるってことだね。いいね。はい、ありがとう。はい、これが1、2週間の間に追加されたみたいです。さらに、まあ、今回の動画では紹介しないけど、当たる確率低いキャラが追加されたんですよね。二人とも言わないでいいけど。多分、RNG 史上、最も確率が低いです。それはちょっと次回の動画で取り上げたいかなと思いますんで、まあ、よかったら皆さんそちらをね、ご視聴してください。はい。まあ、今回はここまでですね。じゃあ、こんな感じでしていきましょうか。っていうことで、皆さん、かなりね、今回、暑いですよ。胸熱な、アップデートが追加されたということなので、よかったらね、遊んでみてください。まあ、オートロールと、あと、クイックロールだね。クイックロールどこにあるかわかる？みんな、最後に。わかるよ。簡単。探し回っとるけど、ない。エリトルはないらしいけど、どこ？クロちゃん言うと、どこにある？あ、なんかさ、途中で穴ぼこあったね、今ね。明るすぎて見えないんだけど。ほら、なんか途中で入れるとこある。こっちだね。ジャンプ、ジャンプ。あれ、登っちゃったね。あれ、どこだ？あ、途中か。どうやって入んだ、あれ。こうか。はい、行けたー。で、こっちか。この迷路みたいなところを進んでいくんだね。ほら。すごい。なんだ、こんななんかワクワクすんじゃんね。で、ここに入ると、はい、猫チキがいて、あ、クイックロール。甘なおでいけるらしいです。まあ、僕まだ手に入れてないんで無理なんですけどね。ということで、皆さんよかったらこちら全部やってみてください。まあ、だいぶこれで他の RNG 系ゲームに、まあ、匹敵するぐらい、だいぶね、なんか、やりやすいというか、面白いゲームになったんじゃないのかなと、
いう気がしていますので、皆さんよかったらね、よろしくお願いいたします。はい。だって何を、弟くん、あーそうだね、課金にしようと思ってた。まあ、課金もあっていいんだよ。自力で集めるもよし、課金で追加してもよし。めんどくさい人のために課金用意する？ 50 ロバぐらいだっけ、本家は。やってもいいよ。その、ちゃんと自力でも無課金でも使えるようにするかつ、課金でも使える1000。まあまあ、検討しておきましょう。まあ、もともとなんか課金は入れた方が楽なんじゃないのかみたいな話はあったので、だから無課金でも遊べると。ただ、課金したら早くできるようぐらいだったら、いいのかな。無課金でも遊べるゲームにしたかったので課金は追加してないという感じですね。ということなんで、よかったら皆さん、遊んでみてください。結構ね、ほら動画版をちゃんと考えて一体一体作ってるので、よかったらね、ほらこういうのっちゃんのやつとかね、ほら原神っぽいみたいなね、あののっちゃんが原神好きだからきっと入れてくれてんだよ、原神要素をね。そういうのもあるのでやってみてください。マップのリンクはね、概要欄に貼ったりとか、リリチョグループから行きます。はい、お疲れ様ー。